それぞれの大門の点数、そして態度点も最悪、ね、全てを最悪にするのはできたと思ったのに点数取れないよ、なんでだったんだろうって思う人たちのためのところになりますけど、 My brother is like this, father is blah blah blah, my classmates are blah blah blah, my high school is blah blah blah。ということで始まりました、モテチャンネルです。今回はですね、英検面接でやっちゃいけないこと5選という形でですね、はい、英検の面接でですね、点が取れないよとかですね、できたと思ったんだけどおかしいな、なんで点取れてないんだろうっていうね、声結構来るんですよ。まあ自分自身個別で面接対策っていうのをやったりとか、あとは先生たちですね、教える時にどうやって教えたらいいか分かりませんとか、学校ですごく質問されるんだけどどうやって教えたらいいか分かんないですっていう人たちのためにまあやったりしてるんですね。セミナー前はやってましたけど、まあ今セミナー開けない状態なんで、まあ個人的にスカイプとかでやってるんですが、やっぱりね、勘違いが多い、点の取れない話し方をしてる人がすごく多いですね。まあ点の取り方を知らない人が教えたらそうなってしまうわけなんですよ。なんできちんとですね、点を取るため、点を落とさないためにどういうことを気をつけなきゃいけないのか、皆さんがやってしまっていて減点されているところっていうのを話していこうかなと思います。はい、まず一つ目ですね、もう絶対やっちゃいけないこれです。一つ目は無言。とにかく無言になることが最も悪いですから、無言が最低点を叩き出しますので、絶対無言にならないっていうのがもう超大事です。 What do you think about that?、ね、どう思いますかって聞かれて、はい、もうこれ最低ですね。はい、これ最低点になりますから、 I don't know よりも低い点になるわけですよ。何も発さないっていうのが最も低い点です。で、すごく間があってから完璧な回答を言っても、その間の分点数引かれちゃいますから、とにかく無言にならない、しかも態度点も最低点にされちゃいますからね。それぞれの大門の点数、そして態度点も最悪、ね、全てを最悪にするのはこの無言ってやつです。もちろんね、態度点のあれもダメですよ。ボソボソ何言ってるか分かんない、みたいなね、あれも非常に点が悪くなりますから、ね、ボソボソ喋らない、ね、とにかく無言っていうのを絶対にやらないでください。2番目、これで無意識でやっちゃってる人が多いんですけど、日本語使っちゃってる人ですね。これも自動的に減点されてしまいますから気をつけないといけません。いわゆるとかとかですね、そういうのを意識してない人すごい多いじゃないですか。 What do you think about that? って聞かれて、わかんない、こういうのがものすごく多いです、はい、これ絶対やらないように注意してください。で、普通に回答の中に入れちゃう人もすごく多いので気をつけてください、ね、好きなものは何とか聞かれちゃった時に、ね、I like 何々っていう時に I like お好み焼きとか言ったりね、でそういう風に言ってしまうとダメですので、まあ、通じるようなね、I like sushi tempura みたいなのだったらいいですけど、英語になってない単語を言ったらそれ英語で後で説明しなきゃいけないですから、これがねとっても大事になるんですよ。なるべく説明できないんだったら使わない。そして、とかっていう癖ですね、ある人なくすことが大事ですね。 Well とか Let me see You know、It's kind of like I've never thought about it とかね、そういうのをね使えるようにしておくといいですね。時間を稼ぐやつですけど、まあ時間を稼ぐんだったらね、聞き返せばいいので、 Pardon でもいいし、Can you say that again? とかね、そういう風にもう一回言ってくださいとかっていう風に言えばいいんですよ、ね、それを言って考えればいいです。それぞれの質問に対して一回聞き返すことは減点されませんから、いいですね。それぞれの大問に関してですからね、全体でじゃないですよ。それぞれの大問一回聞き直しても減点されません。ただし一回聞き直すまでにすごい間開けちゃうとかね、それ絶対やっちゃダメですね。すごい間開けてから I beg you a pardon とかって言ったら、もうその間の時点で減点されちゃってますから、無言の方ですね、無言の間で減点がされてしまいます。だから聞き直すんだったらそんなに間を置かないで聞き直してください。かといって瞬時にね聞き直すのも態度点でよろしくないですね。ちょっと考えて分かんないんだったらいいんですけど、あらかじめ考える時間を稼ぐためにやってる人っているんですよ。一回聞き直しても減点されないから、もう例えばまあなんかカードをこうやって見ながら、なんとかかんとかって聞かれて、Can you say that again? って面接官を見もしないでそのままっていう人がいるわけですよ。それも時間稼ぎだっていう風に分かっちゃいますから。だって I beg you a pardon ってお許し願いますかって言ってるのに、お許し願いますかの態度じゃねえだろうみたいなね。
で3つ目がやっぱ準備してる人ってね結構いるはいるんですよ。でだから学校でみんなが準備してるっていうのでその学校の合格率がめちゃ高いとかっていうのはすごく出てくるんですけど、その学校の先生が点の取り方知ってるとこっていうのは如実に合格率が高く出る。だから準備は大事なんです。ただ準備したものにもバッチリ当てはめようとやる人ですね、それめちゃくちゃ危険です。準備した答えを出そうとする人ですね。まあそれがバチッと当てはまることも結構あるというかかなり多い実際のところですね。質疑応答とかその用意していた答えを言えばもうそれで点が取れちゃうっていうことはあります。ただね、特に多いのが文章を読んでそれに基づいた回答をするやつね。あれ結構準備してきてそのまま言っちゃう人っていますね。で多分まあそういうふうに教えられてんでしょうね。間違って教えられてるとか間違った情報をネット上から見つけてきちゃってっていうふうにやってんでしょうね。過去問研究が全然足りてないんですけど。でどういうことかっていうと、例えば英検3級だったら Why で聞かれることがすごく多いですね。 Why do many people 何々とか Why do students 何々とかっていうふうに聞かれることがあるんですけど、 Why だけが来るとは限らないわけですよ。 When が来たりとか What が来たりとか別のものがあるわけですね。でももう Why で聞かれる、 Because で答えなきゃ Because で答えなきゃってやっちゃってる人いるから、だから When do students 何々ですね。 Students がいつ何々しますかって言っても Because、あ、複数形式か Because they なんとかとかって答えちゃったりとか、で When do students 何々といつしますかっていうのに Because they なんとかって答えちゃう人すごく多いわけですよ。2級とかだと How で聞かれるのが多い。あ、by プラス ing で答えるんだって準備してきてる人ですね。でも why ですね、なぜ、 why do many people なんとかかんとかって言ってるのに by なんとかですね、 by doing 何々とかですね、これすることによってですとかって答えちゃう人いるわけですよ。もう決めつけちゃってるわけですね。全然質問聞かないでやっちゃう。まあこれは質疑応答のとこでもそうですね。複数の単語で聞かれてるのに it is ってもうね自動的に答えちゃう人とか、そういう人いるわけですよ。だから気をつけてください。4つ目、こっからがですね、できたと思ったのに点数取れないよ、なんでだったんだろうって思う人たちのためのところになりますけど、まず4つ目はですね、自分の経験しか話してない人ですね。質疑応答のところで一般論の問いがなされているのに自分の経験しか喋らないとか自分の好みしか喋らないっていうのは、これもう手にならないですから、I don't know と同じですからね。だから例えば留学してましたとか、ちっちゃい時はアメリカとかに住んでましたとかっていう人が、もちろん喋れるわけじゃないですか、英語かなり。ですごい自信もあって受けたのに全然点が取れませんでしたっていうね悩みがやってくることがあるわけですけど、で聞くんですよ、どういう感じで答えたので、まあ I agree とか I disagree とかですね、 Yes, No とかって答えて、でその後に Because my brother is like this, my father is blah blah blah, my classmates are blah blah blah, my high school is blah blah、これもう自分の経験とか自分の家族の経験ですね。もうダメです、それはもうその時点で点数つかないですから。そう、 My school is 何々とかですね、最初に Japanese schools are 何々とかですね、 Schools are 何々みたいな感じで一般論を話した後に For example, my school 何とかかんとかっていう風にやるんだったらバッチリですね。具体例として自分のね経験を入れるのは OK なんですけど、もう自分の経験しか話さないとかっていう人、それで点が全くつかないね。すごい喋ったのになんで、絶対英語喋れてたし答えられてたはずなのになんでいい点がつかないの、私ネイティブなんですけどなんでみたいなね、そういうことが起こったりするのはこれが多いですね。だからちゃんと一般論で聞かれたものには一般論で返すっていうのを徹底してください。で抽象があってその後に具体例として自分の経験とかっていうのを話すのは大�丈夫です。そして5つ目、これもきちんと過去問分析していない人がすごく多いんですけども、もう量が足らない、とにかくね情報量の不足っていうので点にならないって人がいるわけですよ。英語バッチリ喋れる、もうネイティブですって言っても答え方知らないし、何答えりゃいいのか分かってないせいでちゃんと言えてても点にならないってことはすごく多いですね。だから2級とか準一級の漫画なんかあるじゃないですか、ああいうのもそうですね。もうそこを描写しなきゃいけないのにもう完全無視してどんどん進んでいっちゃってもう点にならないっていう人もいるわけです。一つのコマにいくつか情報があったりとかってする、まあ準一級なんかたくさん描写しなきゃいけないとこあるんですけど、そこを全部もうぶっ飛ばしてどんどん進んじゃうとかね、描写する時間も限られてるんでかなり時間の感覚持ってないとね、一コマにすごい時間かけすぎちゃって最後のコマまでいかなかったらもうそれでガーンと内容って引かれちゃいますから、厄介なとこではあるんですが、とにかく情報量ですね、足りるように描写しましょう。で似たような形で質疑応答のところが意見3級だったら一文必ず理由を言うこと、
順に2級であれば2分何かしら言わなきゃいけない。そして順1級だったら3分何かしら言わなきゃいけないよって。それでは過去問の模範解答研究してみてください。そうなってますから必ず SV3 つあります。でこの時にまた順1級だったら2つしか答えないなんてことが起こっちゃったりするわけですよ。理由2つ言うとか理由と具体例を言うって言って足りないと。で一文が、あ、これは実験しましたけど、私一文がどんなに長くてもダメなんですよ。めちゃくちゃ長くしてね言ってても説が3つなきゃ意味ないんで。あと順1級とかで起こりやすいのは1個目に言ったのと3つ目に言った分これが同じになっちゃってる人ですね。 It is useful って言って For example 何々 Therefore it is helpful とかって言ってこれ同じじゃないですか。情報量ないんですよ。3つの文になってはいるけどこことここ同じですから、これだとだから高い点がつかないわけですよ。こういう風に内容が不足してるとか同じことの繰り返し、同じことただ言ってるだけとかってですね、こういうのはできたと思ってても点にならないですから、だから気をつけてくださいね。その他のね細かいところは、それぞれの Q 出てますから、あの複数形の S 読み忘れないようにしましょうねとか、こうやって答え出そうとしてもダメですよ、必ずこうやって答え出してくださいねとかっていうのは出てるので、そちらを参考にしてみてください。はい、ということで今回はですね、はい、点を取れない人たちに向けてですね、ダメなのはここだ、こういう風に点を取ればいいんだっていうことについて話しました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 この動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。